本日ですね、一人目は、ポップインサイトから、シニア UX リサーチャーですね、金山さんが登壇いただきます。金山さん、よろしくお願いします。よろしくおお願願いしいします。ます。お二人目がですね、マネーフォワード X カンパニーから、畑さんにご登壇いただきます。畑さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは3人目ですね。御株式会社の CEO、CXO のマリコさんですね。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お願いいたします。では、ですね、早速にはなるんですが、1人目のライトニングトークから始めていきたいなと思います。それでは、ちょっと金山さんにご準備いただきたいなと思うんですけども。こんにちは。もうこんばんはぐらいですね。ポップインサイトの金山と申します。仮のテーマだったの、今回正式には UX 系キャリア開発、ファースト&フューチャーということで、過去を振り返って、この先どうしていこうかというあたりをお話ししていきたいと思ってます。簡単に自分の略歴みたいなものですけども、今、ポップインサイトと言いますけど、もともとは、SE とかソフト開発とかやってる、エンジニアでした。それが2010年、10年ほど前ですけども、UX 業界にどうしても移りたくて移ってきたっていう形になります。で、その後は、こういうラボとか現地調査とかを中心に UX リサーチを実施してきてます。その他、エヴァンジェリストっていうことでやってたこともあって、UX の啓蒙活動、ワークショップをやったり、記事を書いたりとか、セミナー、登壇とか、そんなことをやってました。で、コロナになって、ポップインサイトのこのウェビナーとか、もう、バシバシやってるんで、もう自分はもうファンだったんですけども、それがいつの間にか、もう、社員になっているという状態になってます。で、ポップインサイトに入ってからは、オンラインでですね、もうコロナっていうのもありますけども、オンラインでのインタビューとか調査が主体になっています。今、リサーチ業務全般を担当しています。もともとエンジニアでソフトウェア開発してきてたので、専門家向けシステムとか、やってることが多くて、お医者様向けのものだったり、電子技術者だったり、半導体試験装置とかもやってたんですけども、そういうような分野が得意で、業務システム改善とか、今もやってるんですけども、どちらかというと B2B 系が強いかなっていう感じでやってます。で、ここが現在なんですが、UX とかユーザビリティっていうのを気づいたあたりから20年前をちょっと振り返っていきたいと思います。この左下のところで気づくっていうところから始まるんですけども、何で気づいたかっていうと、2000年にヒューマンインターフェース学会のセミナーがあって、で、ISO とか、これはヒューマンセンタードデザインの ISO の企画が出るっていう話で、ユーザー工学の書籍も出て、黒先生が登壇されてたんですけども、お、これだ、今までソフトウェア開発してきて、もうこれからこれだって、これがやりたかったんだ、みたいな感じで気づいたと。だけど、急にそういう仕事を変えられるわけもなく、いろいろもがいたと。どうすればいいんだと。もう社会出てからどうやって勉強すればいいんだとかやっていく中で、国内ではユーザビリティ談話会とか、そういったものがあったので、そういうところに積極的に参加していく。ただ、それってプロダクト系の方で、家電であったり、OA 機器というか、そういったもののデザインをされている、物理的なもののデザインの方が、やっぱり多かったかなと思います。それはソフトウェアが入ってきたのが、だんだん2000年あたりとか、ウェブユーザビリティとか、そんなようなのが流行ってきた時期からかなと思います。で、自分も海外に行って勉強しなきゃと思って飛び出した。留学とか、仕事でそっちっていうわけにはいかなかったので、まずは、ニルセンノーマングループのカンファレンスに行って、ヤコブ・ニルセンがこうやってるやつとか、ワークショップとか参加して、英語でやるんですけど、なかなかこうチャレンジングなことをやってたなと。で、海外にはユーザビリティ・プロフェッショナルズ・アソシエーションっていうのがあって、もうその会員になって、その時はアラン・クーパーがキーノートで登壇してるとか、おお、そんなに有名だとその頃は気づいてなかったんですけども、そういうのをもう毎年毎年1週間ぐらい夏休みを利用して行くようになって、で、ボランティアスタッフで行って、もうのめり込んでいったっていう感じで、海外の方から、勉強していった。でもね、やっぱり仕事は変わらないんですよね。
なんか登壇してたオラクルの副社長に入社したいんだけど、あなたはドクター何持ってるのとか言われて、そこなんだと思って、今から勉強する気にもなれずっていう感じで、まあ、とにかく自分でやるしかない。だけども、どうしてもやりたくて、飛び込んだ。まあ、知人を頼って UX 業界に、まあ、デビューした。自分で無理やりデビューさせたみたいな感じで飛び込んでいった。それが10年前になります。それから10年間、まあ、体で覚えるみたいな、こう自分の座右の銘でもあるんですけども、なんかやって覚えていくみたいな感じで、まあ、要所を読んで、自分でやってみて、みんなでやってみてみたいなコミュニティもありましたけど、そんな中で覚えていくみたいな形でした。昔はもう、海外に行かないと情報もないし、日本国内にもコミュニティはないしっていうような状況の中で、まあ、かなりもがいていったという状況です。これが20年間。大まかな感じです。で、今、どういうことを考えているかということですけども、まあ、さらに20年後みたいなことまで考えつつ、言葉に表してみたんですが、個性競争による心豊かな社会を目指す。この心豊かな社会を目指すというのは、コップインサイトのビジョンというか、ミッションの中にも入ってくるようなもので、まあ、それを自分でどういうふうに捉えていくかというと、まずは個性だ。一人一人が輝いていって自分の色を出していく、良さを出していくっていうことをしっかりやりましょう。そうすると個人個人がつながっていってみんなで何か作っていくっていう形にいくんだ。だから自分はその手助けをできるようにしていきたい。自分自身ではそんなにこう、いろいろ学んでも限界があるので、みんなで作っていけるように、まずはこう育ててみんなでやっていくっていうところをこうお膳立てしてみんなでやっていくっていうところをやっていきたいなと思っています。そのために、まあ、一つ目が気づかせるっていうようなところで、過去の自分に対してアドバイスできるような形、何かやりたいと思った時に、こうしたらいいんですよ、あなた何やりたいの、こんな道もあるよとか、こういうふうに学べばいいよ、みたいなことをアドバイスできる。で、それで、今目指しているのが、まあ、個性のために UX 特化型キャリアカウンセラーっていうのを目指そうと。こういう人が自分の転機に存在していたら、その人に相談したと思うんですよね。だけど、普通のキャリアカウンセラーに相談したら、UX、それは何ですかとか言われて、どんな会社があるんですか、いやこういう会社があるんですよって、逆にこちらがアドバイスするみたいな感じで、まあ、自分でこうそういう就活するしかないみたいな状態だと、それを続けていた。まあ、でもそれを、まあ、学生の方、今回オーディエンスでいらっしゃると思うんですけども、まあ、今だといろいろ学べるところもあるし、社会に出たらどんな仕事があるのかということを、ある程度自分が見たり知ったりしている、そこをある程度まとめてお伝えできるような形になっていかない、なってたらいいな。まあ、そのためには、まあ、横のネットワークでつながっていって、いろいろな、まあ、教える人たち、まあ、教育系の方、それも海外もあるし、日本で学ぶのか、まあ、海外に出て学ぶのか、それからどんな仕事が世界に行ったらあるのか、みたいなところも知った上でそこを目指していくとか、それを知らないとなかなか目指せないんですよね。そういったものがあるっていうことをお伝えするとか、そんな形で何かこうやりたいと思ってる人に気づかせて、うまく育っていってもらえるようにしていきたいな。で、その先にあるのが共に作るということですけれども、まあ、競争ということで、今、まあ、メンバーズでやってるフューチャーズデザインというワークショップがあって、自分も少し関わっています。で、その中で、今、脱炭素 DX はということで、なんか、世の中も、ホットなので、それに焦点を当てたグリーンイノベーションデザインワークショップ、割と最近こうサービス化したみたいになって、まあそういったこと、まあこれは脱炭素に絞ったものですけども、やりたい社会課題解決をこのワークショップを通じてみんなで考えていって、こうするんだ。その2030年とか2040年とか、どう自分たちはありたいのか、どうなっていたいのかっていうことを描いてからそこに向けてバックキャストしていくみたいなやり方なので、まあ、そういったものを通じて競争を促していければいいかな。はい。で、具体的に個性とか言ってどうするんだっていう話があり、その中の一つとしてはこの HCD のコンピタンスがあるということで、まあ、こういったものを、どういう人が何を学んでいったらどんなこう仕事を職種になってついていけるのかっていうようなところをこうカウンセリングしていきながら、その人がやりたいこととか、その人の特性に合ったような仕事を見つけ出して、
世の中に貢献していってもらえるようなこうアドバイザーみたいな感じになっていけたらいいかなと思っています。で、これはまだ考えているアイデア段階なんですけども、実は今日締め切りのこの UXPA というユーザーエクスペリエンスの専門家団体がインターナショナルにあって、今日締め切りでこう投稿をしました。昨晩、なんか HCD コンピタンスに基づくソーシャルクリエイター養成みたいなテーマでパネル発表するって言って、英語でこう一生懸命考えて、アブストラクト書いたんですけども、そういったものを具体的にこうバンとやって、社内でもこういう活動をやっていけるように、自分も UX 特化型のキャリアカウンセラーを目指してやっていけたらいいかなと思ってます。というのが私の話です。ぜひ興味がある方は、まあ、リンクトインのこう URL とか QR コード置いてあるので、ぜひつながってください。以上です。ありがとうございます。ナムさん、ありがとうございました。早速ご質問いただいてるみたいなので、ちょっと一問お答えいただいてから次の LT に移れればなと思います。ちょっと私の方で読み上げいたしますね。はい、自社サービスのソフトウェア開発をしている方からの質問ですね。UX デザインやデザイン思考のプロセスを知って現在勉強中ですと、まずは自社サービスのリサーチを小さく始めてみたい、見ようと思うのですが、どこから始めるといいのでしょうかというご質問をいただいてます。こちらお答えいただいてもいいでしょうか。はい、について自分もソフトウェア開発をしていて、実際のユーザーが使っているシーンとかなかなか見る機会はなかったというのをずっと続けて、決められたものを正しく作るということはしっかりやってたんですけども、何が本当に望まれていて、どう使われているのかというところを見るためには、やっぱり利用シーンをしっかり見るというのが大事かなと。これから作るんであれば、どういう人がターゲットで、その人の生活はどうで、何に困っててみたいなところからちゃんと現場を見るということですね。で、自分の中では利用者視点欠乏症っていうような病気で例えて、ね、利用者視点欠乏症、いや、利用者視点欠乏症っていう病気だ。その病気であること、病気になっていることに、まず自分自身開発者が気づかないといけないよみたいな話でいろいろ考えたりしてます。はい、どうです。ありがとうございます。まずはその利用者視点欠乏症なんだってことに気づくことから、うん、で、はい、自分のサービスを使ってる人を見るっていうところからってことです ね。 そうですね。ありがとうございます。はい、ではですね、お二人目はですね、マネーフォワード X カンパニーから畑さんに、エンジニアから UX デザイナーへキャリアチェンジして気づいたリサーチの重要性というテーマでお話しいただきます。はい、ありがとうございます。そしたら私の方から、エンジニアから UX デザイナーへキャリアチェンジして気づいたリサーチの重要性ということでお話しさせていただきます。こんばんは、畑こと畑山由香です。今日はエンジニアだった私の視点からキャリアを通したリサーチについての気づきを共有したいなと思います。まだまだ、修行中の UX デザイナー1年目の純粋な気づきになるので、当たり前のことも多いかと思いますが、よろしくお願いします。今日お伝えしたい気づきとして3点あります。1つ目が、 UX デザインリサーチはきっかけ作りだなということ、2つ目に、 UX デザインリサーチは誰もが気軽に小さく始めることができるんだなということです。3つ目に、チームでリサーチができると改善のスピードが上がり、それが価値につながるんだなということです。はい、改めてちょっと自己紹介させてください。 Twitter でゆるふわ UXer としてやってます、畠山由香です。マネフォワードの X カンパニーで UX デザイナーやってます。私は通信会社にシステムエンジニアとして最初入社していまして、それで今年の7月からキャリアチェンジして UX デザインになっています。副業でも UX デザインとかスクラム組織作りとか、こういったこともやってます。私は、ウーバーワールドとカフェの空間が大好きです。ツイッターとノートもこんな感じでやってるので、どうぞ仲良くついてつながっていただけると嬉しいです。はい、今日のお話はこの流れで、そのキャリアに通しての気づきをしていこうかなと思います。突然ですが、タイヤだけ、エンジンだけを黙々と作っててもユーザーが本当に欲しい車は作れないですよね。
もしエンジニアという肩書きに私は縛られて仕事をしてたら、今も私はこのタイヤだけ、その部品だけを黙々と作ってたかもしれません。それで私の、キャリアとして、こういったキャリアを歩んできたんですけど、最初のきっかけとしてエンジニアで、AI のプラットフォーム基盤を作っている部署に、入社してやってます。エンジニアとしてやってました。その時に、ユーザー視点を得るきっかけがありました。最初このようなシステムの運用監視の SaaS の検証や導入の業務をやってたんですけど、その時こういった監視のためのダッシュボードを作る機会があり、これを作る際に あまり使う人のことを考えずに、ちょっと自分なりにちょっと思い込みで作ってしまっていたっていうことがあり、それを受けて先輩からもう少しそれぞれの立場の人が何を知りたくてダッシュボードを見るのか考えてみようと言われてしまいました。それをきっかけに、その立場っていうのがこういったマネージャーの視点、予算について対してどう動いてるのかって言ったマネージャーの視点や、インフラエンジニアだったら変なログだったりとか、サーバーがないかだったり、サーバーが適切に稼働してるかって言ったこういった視点があると思います。こういったことを私は気づけてなかったっていうことを最初知ることができました。でまた他の業務で初めて iOS のアプリを開発する時があり、ペルソナやユーザーストーリーマッピングといった手法を経験し、で、その手法だったり考え方をもっと学んでみたいなっていうところを私の気づきとしていることができました。で、ここでの気づきとして、使う人の立場を考えて開発することが当たり前なんですけど大事なんだなっていうところと、ユーザー視点で開発するため の、 先ほどの iOS のアプリのペルソナだったり、ユーザーストーリーマッピングだったりとか、いろんな手法があって、その都度適切なものを使用していくんだなっていうことに、ここで気づくことができました。でそういった経験を経て、自ら学びで実践する機会を部署移動をしまして、得ることができました。そこで、一人 UXer として活動してたんですけど、こういった形で本を読んだり勉強会に参加して、型を知って、それを業務に適用するっていう形で一人でちょっとやっていました。そこで、初めてのユーザビリティテストを、ね、実施したんですが、社内のサイトにて募集をかけて8人にインタビューすることができて、ユーザビリティテストの前例を作ることができました。このユーザビリティエンジニアリングは本当になんかボロボロになるまで開いたりとか、周りに前例がなくてツイッターの先生たちに聞いたりとかっていうことをやってました。で、前例を作ることはできたんですけど、その際にプロジェクトメンバーの目線がなかなか揃わないなっていう苦労というか課題点がありました。 UX デザイン担当として結構大きい組織で縦割りの組織で働いてたので、一人で、やっていて、他の人はちょっと他人事というか、あまりなんか巻き込みにくいような環境があったんですね。でそういったことで、やっぱりこう、一緒にチームとして巻き込んで 目線を表せるっていうのは難しいんだなっていうことを経験しました。一人 UXer を始めてみた気づきとして、やっぱりユーザーの声を聞くことでユーザーへの理解が進んでプロジェクトが動くきっかけになるんだなっていうところと、またさっきのようにチームを巻き込んでリサーチするっていうことは結構難しいんだなっていうことを知ることができました。ひょんなことからツイッターでお声掛けをいただいて、現在のマネーフォワードの方に UX デザイナーとしてキャリアチェンジすることができました。でそこで、ちょっと会社紹介させてください。マネーフォワードではマネーフォワードミーだったりマネーフォワードクラウドといった事業会社的な側面を持ちつつ、私の所属している X の方ではクライアントワーク、金融業界の方と一緒にクライアントワークもやっていて、事業会社の側面とどちらも体験できるような、そういった会社になっています。こういったノートもあるのでぜひ見てみてください。私の所属している MFSD グループっていうんですけど、こちらのグループではこういった個性あふれるメンバーで、
フラットに話せるような環境だったりとかでやっています。実際に会社の環境としてもユーザーフォーカスのカルチャーっていうのが根付いていて、職種に関わらずそれってユーザーのためになるとか、ユーザーにとったらこれがいいよねっていうのが口癖でやっているような会社になっていています。でその中で私が参加したユーザーインタビューで感動した話なんですけど、 PM からエンジニアだったりとか役員の方までがそのインタビューに参加して、その場でユーザーの方の声を聞いて意見を言い合うっていうような環境があったんですね。それにすごい感動しました。アプリの読み込みが遅いって言ったユーザーの声があったんですけど、その発言からその場ですぐにエンジニアの方が改善に動くっていうスピード感を感じることができ、職種をまたいでチームでリサーチする楽しさっていうものをここで得ることができました。最初に戻るんですけど、タイヤだけ、エンジンだけをもこもこと作ってても、ユーザーが本当に欲しい車は作れないですよね。ということで、タイヤを作る人だったり、エンジンを作る人、ナビを作る人で、同じチームとして、その同じ目標に、同じサービスに向けて一緒に改善することで、よりユーザーが欲しいものが追求できますよね、ということです。私の、それを踏まえて私の気づきです。最初、の気づきとして、やっぱり UX リサーチデザインは、リサーチの内容からプロダクトの改善に生かせるきっかけが作れたり、デザインしたものからユーザーに新しいきっかけだったり可能性が与えられるっていうのすごい仕事だなと思っています。2つ目が、UX デザインリサーチは誰もが気軽に始められるっていうところで、エンジニアだったら他の人が分かりやすいコード設計だったり、ビジネスの人だったらまあユーザーに嬉しい価格体系だったり、レーダーに、職種に関わらずこれらをなんか追求するために、やっぱりユーザーだったり他の人の身近な人に対して、その身近な人 の視点で考えるってことは誰でもできるんじゃないかなっていうのは思いました。またチームでリサーチができるっていうところは、属人化してデザイナーだけに任せるっていうわけではなく、エンジニアの人だったりビジネスの人もリサーチに参加して、お互いの視点をぶつけ合うことで、それらの視点を考慮した上で、よりいいサービスに向けてやって改善していけるんだなっていうことを気づくことができました。というところで、これからも身近なリサーチを徹底して、ユーザーにとって関わる他の人にとってきっかけになれるような、そんな活動をしていきたいなと思います。はい、長くなりましたが本日はありがとうございました。以上になります。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは山さんからもパチパチパチといただいておりますね。はい、視聴者の方からご質問もいただいているので、ちょっとそちらにお答えいただければなと思います。エンジニアから UX デザイナーというキャリアを歩んだというお話ですね。今後はどんなキャリアを目指していますか？私も同じような経歴なのでご参考までにお伺いしたいですというご質問をいただいております。はい、ありがとうございます。はい、同じようなキャリアの方がいらっしゃるというのはすごい嬉しいなと思います。私はですね、エンジニアではいたものの、なんかより他の人にとって嬉しいものを作っていきたいなって思いも結構強かったので、これからはそうですね、職種今はキャリアチェンジしたキャリアチェンジさせてもらったので、UX デザイナーとして UX デザインスキルだったりとか、そういったスキル、リサーチの力だったりとかを磨きつつ、今後プロダクトマネージャーだったりとかを経験して、よりなんだろう、他の職種でもそうですね、説明させていただいた通り、他の職種でもUX デザイナーに関わらず、こういったリサーチとかデザインってできるんじゃないかっていうところで、いろんな職種だったりとかいろんな業界にその考えをインストールできるような活動っていうのを今後やっていきたいなっていうのはすごく思っています。ありがとうございます。竹さん、ありがとうございました。
はい、それではですね、ありがとうございました。本日最後のライトニングトークに移ってまいりたいと思います。本株式会社のマリコさんですね、ご準備お願いできますでしょうか。はい、ではよろしいですか。はい、お願いします。はい、では最後の登壇者となりましたが、本日オン株式会社の、佐藤真理子こと、あ、どっちか間違えました、真理子こと佐藤真理子です。はい、今回最初に借りてありましたが、変わったのが数字の0からカタカナの0にしたところのみで、0からデザイン組織作りをやってみたというところで、ちょっとレイヤーが一つ上、いくつか上になるかと思いますが、その UX リサーチというところをそのやる手前のマインドセットみたいなところにすごく重要になるかと思いますので、こちらのテーマでちょっとお話しさせていただければと思います。はい、ではよろしくお願いいたします。はい、ちょっとご存知の方も何人かご覧いただいている方もいらっしゃるかと思いますが、私今現在ですね、 CEO ついこの間CEO の権限もちょっといただいて、共同代表というような形で CEO 兼、CXO というところで、役割としてはすごくなお客様に説明しやすいところで言うと、いわゆるクリエイティブの指針を決めるところのクリエイティブディレクターとして の, 活動が非常に普段は多いです。で、簡単に略歴お話しさせていただきますと、今年の3月までは実は制作会社の方におりまして、それまでいろいろフリーランスの経歴とかもちょっといろいろ経てはいたんですけれども、基本的にそちらではいわゆるディレクターで時々デザイナーとして の, 活動が多かったです。そこでのお仕事っていうのは、いわゆる大手代理店さんであったり大手企業さんとご一緒しながら、どういうクリエイティブを作っていくかっていうところの上流設計もすることもあれば、場合によってはアプリケーションの制作にもなれば、最初から要件定義からしっかり入ったりっていうこともありましたし、はたまた、もう小さいレベルでいけば、もうキャンペーンのこういうサイトを作りたいからというところで、完全にビジュアル重視なそうですね、キャンペーンを打ち出すための LP を作ったりだとか、もういろんな流度でいろんなお仕事をさせていただいておりました。で、そこの経験を行く中で、ちょっとこの辺りに記載していると思うんですけれども、この中で私の本当に一番重要な気づきだったのが、ユーザーにいい体験というところを提供するためには、そもそもチームのマネジメント、チームの体験設計が必要だというところで、ここでそもそも UX を謳っておりました。はい、でお客様にもユーザーにいい体験っていう前に、まずプロジェクトをみんなで目線合わせしましょうよとか、そういうのをひたすら言い続けるような、口酸っぱく言い続けるような役割っていうのを経て、本当にいいプロダクトの前に本当にまずみんなの目線を合わせて、いいプロジェクトの体験設計、みんなどういうふうにやったら進みやすいのかとか、そういうところをちゃんとやっていきましょうよというところから、私の UX 生活が徐々に始まっておりました。はい、でいろいろなご縁もあって、今共同代表としているもう一人の代表が実は PM なんですけれども、その PM がそうですね、私とちょっとフリーランスでチームを組んでた時に、いろいろそうですね、タッグを組んでやったりとかの経験を経て、最終的にオン株式会社として設立したというような流れになりますが、4月からもう初めての駆け出し CEO みたいなのが始まりまして、はい、でそこでですね、今私がどういうことをやっているかといいますと、主に自社の SaaS 開発というところプラス、お客様から受託制作というところもやっているんですが、内容としてはLINE アプリを用いた、そうですね、いわゆる LINE API を用いた開発っていうのが非常に多くて、ウェブアプリケーションに近いものを全体を通して、例えばそうですね、皆さんがご存知のもので言うと、今 LINE を通していろんな通知が来て、何か予約が取れるようになったりだとか、
まあ、配送日時のお届け情報が来て、あの変更が LINE 画面で全部行えるようになったりだとか、美容室の予約が LINE 内で全部完結で取れてしまったりとか、そういったものをあのお客様からご要望いただきながら、受託制作をしながら、そもそもそれ LINE アプリでいいのっていうところもあのもちろん再定義しながらなんですけれども、そういうものをやりながら社内でデザイン組織というものを作ってきております。この後いろいろお話ししていきます。でその中でクリエイティブディレクション、チームビルディングみたいなところに勤しむ一方で、まあ、あのデザイン組織作っていくと壁打ち姉さんみたいな感じになってくるので、ひたすらあのみんなになぜ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 してるんですけれども、はい、なぜそう思ったのかっていうのをひたすらやっております。でその一方であの本日あの登壇のきっかけをあのいろいろいただいてるんですけれども、あのその他にもあのシナカフェというオンラインコミュニティを運営していたり、あのデジハリさんとかにあの呼ばれして、いわゆるあの情報アーキテクチャ の, あのちょっとそういったもののな講座とか、あとはワークショップとか、そういったこともいろいろ活動させていただいております。でちょっと自己紹介の中でもいろいろお話ししましたが、今日、お話ししていくものは結構結論ベースのものになっておりますので、結構プロセスをざっくり切ってしまっている部分もあるかと思いますが、そこもあの含めてちょっとご質問に、これってどういうことだろうっていうのをちょっと一緒に考えながらできればと思います。お願いします。はい、じゃあ皆さん、デザイン組織っていう言葉が出てきましたが、デザイン組織って何だと思いますでしょうか。これもですね、あの私の中で定義をしておりまして、なんかこの投げかけすると実はパネルの皆さんに本当何何って答えてもらいたいような気持ちもあるんですけれども、ちょっと多分進行に支障が出そうなので勝手に答えていきますはい、これですね、あの私の中で定義しているのが、自分たち要はあの会社の中のみんなで全て の, もあの課題解決、もちろんはあの もしくは課題解決する術がなくとも、こう解決するべきというところまで気づける組織というふうに定義をしております。はい。で、まあ、これですね、じゃあデザイン組織とは、ここはいいんですけれども、じゃあ私が今デザイン組織になんでなるのかというところなんですが、これもですね、これ皆さんに喋っていただかないと成り立たない LT になってます大丈夫です。マイクオンにしましょうか。ありがとうございます。はい。ですね、もう勝手に喋ってっちゃいますが、ぜひあのうんうんとうなずいていただけるだけでもすごく嬉しいです。はい。じゃあ、はい。これはですね、結局デザインができないイコールは課題解決がそもそもできない。本当の課題に気づくこともできないし、意味のないところをずっと手を動かしてしまっていたりとか、そこじゃないでしょうっていうのをみんなあのどんどんフラストレーションを抱えたまま、結構あの畑さんのお話とかも伺いながら、ああ分かるって思いながらちょっとやってたんですけれども、結局同じものを作っていたりとか、あのこれって前もやったよなとか結構あると思うんですけれども、そういうところなんかもうなんか根本的にこれやってること違うよねとか、あのそういうのもやもや、いろんなところがかかあのみんなが、まあ、みんなっていうのはもう本当にマーケターなのか、なんでしょうね、あの、まあ、社長自身なのか、それとも本当デザイナーさんなのか、ディレクターさんがみんなもやもやしながら仕事の仕事をしながらみたいなのがどんどん生まれてしまったり、そもそもデザインができないというのは課題解決ができないというところをあのまず見ていくと、じゃあデザインができる人って何だろうってなるんですが、これでいくと、あ、じゃあせっかくあのオンにしていただいたので香川さんどういうふうにあの思ってらっしゃいますか、デザインができる人。これはあの答え方迷いますね。あのデザインって どのデザインですか。そうですよね、そう、あの本当に分かってる方はデザインとはっていう定義から入るのがもうまさにもう今の回答が多分正解で、結局あの再定義できることとか、あの私はあの基本的にこの3つを提唱することが多いんですけれども、そもそも正しいゴールというのを理解することで、それを、まあ、もちろん定義することで、さらにゴールへ牽引できることっていう、あのこの3つを基本的に言うことが多いです。で今どのデザインだろうというふうに本当に素敵な回答をいただいたんですけれども、あの例えばいわゆる広告で出ているような見た目のデザインとか、ビジュアル的なデザインになっていくと、もうこのフェーズに入っているんですね。
本当に正しいと思われるもうゴールが定義できているからビジュアルとして落とすことができて、でユーザーさんにもその気づきをちゃんと与えられるようなビジュアルのデザインがここでもう機能を乗っけたりとか、あのいわゆる衣装みたいな部分で見た目のデザインとしてもうここでもう牽引することにできているっていう、お客様ユーザーに対して の, あの問いかけがある一方で、もう一個が、社内の作る側ですね、制作者の側でいくと、これらをゴールに牽引するまでにちゃんとみんなに気づいてもらうっていう側面もあります。これがさっきあの本当に畑助さんがおっしゃってたような、みんなでどんちゃんあのいろいろ会話したりとか、きっとあの普段からやってるんだろうなっていうのをお話聞いててよく分かったので、まさに社内の中でちゃんと気づいて、そのゴールに向かって再定義した上で、それを腹落ちみんなした上でゴールに行くっていうのを、まあ結構ディレクターがよくやる仕事だと思うんですけれども、 PM であったりとか、はい、そういうところで、まあ、ここには結構ユーザー面とあの制作者面の2つの二面性があると思ってます。でここが、まあ、制作者側がよくやることですよね。もうそもそもこれ、じゃあまあここ長くなっちゃうのでもう一個いきますね。じゃあここで今ざっくりお話ししましたが、デザインができる人になるためには何が必要ですかね。これパネリストの方にもまたお話聞きたくなっちゃうんですけど、せっかくなのでお答えいただいても大丈夫ですか。あのパネリストの方にも振っちゃって大丈夫ですか。じゃあ、ね、一番すごい笑顔で答えてくださった畑さん。そうですね、はい、やっぱり、知るということがリサーチなりなんなりで知ったり会話したりすることが最初重要なのかなって思いました。もう何なんですかね、この胸熱なご回答をいただける機会なので、今日はあのここの私の会話について何も前振りしてないので、今いきなり振ってる状態なのに、ね、こんなまっすぐな回答いただけるなんて本当も思ってもいなくて、すいません、本当にありがとうございます。本当に、理解と再定義を繰り返すの中にまさに知るっていう行為があって、まず、まあ、この手前にもっと細かくいくと気づきっていうところがあるんですけれども、その理解と再定義っていうのをひたすら繰り返して解像度を上げていくっていうところの作業を諦めない、諦めずに正しいところに、あの正しいとはをずっと追い求められる人がデザインできる人っていうふうに考えています、はい、なのでこの今知るっていうふうに答えていただいたのがまさにこのあたりでございます。でその上が、事象問題でないことを理解するってどういうことかというふうに言うと、よくあのクライアントワークとかされてる方、あのよくよくあると思うんですけれども、売り上げ上げたいんだよねっていうのに対して、売り上げ上げるっていうのは結論で言うと事象なんですよね。でそのじゃあなんで売り上げ上げたいのかって、売り上げ上がらない、じゃあ売り上げが上がらない原因って何だと思ってるんですかとか、じゃあ実は売り上げ上がらないんじゃなくて支出が多いんじゃないかとか、結構最初は壁打ちしまくってるとそっちの話になるんですね。その経営者さんとお話ししてると、なんかみんながその成果を出せないみたいな感じの空気じゃなくて、そもそもここの支出があからさまにおかしいよねとか、最初の方でいろいろ突き詰めていった上で初めて、あ、じゃあここに初めてお客様にとって価値あるものをぶつければもっとここの改善点が見えて、じゃあその過程で何をするかって、ここで初めて UX リサーチが使われる。もうお客様になぜなぜ、あのお客様になぜなぜじゃないですね、お客様の仮説を立ててなぜなぜ、いろいろな手法があると思うんですけれども、もうそういった中で初めて UX リサーチっていうのが、このプロセスの中で初めて発生しますと、はい、なので本当にじゃあ例えばあの先ほどの畑さんのお話をお借りすると、先ほどタイヤを作っているとか車を作っている、本当にいい車を作るみたいなお話があると思います。例えばもう
トヨタさんみたいなクラスになって車というものを売りにしている会社さんだったらまた話は別になってくると思うんですけれど、本当にいい車を提供するにはっていうところから始まるので、そういったところのレベルになるとまたお話は違うと思うんですが、じゃあなぜ車なのかっていうのを多分最初のうちは本当にそこの壁打ちから必要なはずで、本当に車を必要としているのかっていう、よくここの図にはないんですけれども、じゃあ実は求められているのリアカーでしたみたいなお話結構ご存知だと思うんですけれども、そこを考える過程に UX リサーチが使われていますっていうところをまず社内にインストールするっていうのが私のデザイン組織のもう本当初期の初期の課題でございました。はい、じゃあ私がデザイン組織をしてる作るためにしていることっていうのは何かというふうにいくと、さっき言葉が口酸っぱくすごいたくさん出たと思うんですが、気づいてもらう、これはもう本当なんかもう今日初めてこの資料展開したのにもうこの言葉がすでに畑さんだったりもう本当皆さんから出てるので、なんか当たり前のこと言ってるみたいですごい恥ずかしいなってちょっと気持ちにもなってしまうぐらいなんですけれども、みんなに気づいてもらうっていうことを私は、いわゆるその CX をマネージャーとしての視点でひたすら行っています。その気づいてもらうために何をしてるかというと、ひたすら壁打ちをしています。っていうのは私からある程度仮説が出てる時もあるんですけれども、その仮説を伝えてしまうことによってそのなぜを放棄するしてしまう人も結構まだ社内にはいる傾向にあったりしたして、例えばもうデザイナーのメンバーとしてジョインしていただいた方はすでにそういう思考が備わっていることがもう完全にあるんですけれども、エンジニアさんとかですかね、エンジニアさんであったりとか、じゃあなんでそれを作ろうとしているのか分かるっていうのをひたすらなぜなぜしていかないと、そもそも何を作っ自分が今与えられているタスク役割に対して今やろうとしていることって本当にこれでいいんだっけっていうところを気づいてもらうために、壁打ちというのをひたすらしております。はい、こんな感じで、でですね、今日は私は結論、皆さんとひたすらなぜなぜしてますよっていうところは結論になるんですけれども、今日はですね、結構ふわっとした状態で皆さんからのご質問いただきながら答えることをベースにしようと思っていたので、一旦こちらで LT 自体を終了させていただきます。はい、ちょっと好き勝手しゃべってしまいましたがはい、ありがとうございました。ありがとうございます。無言でパチパチしてました。マイクを入れるの忘れて皆さんに振りたかったのにすみませんでしたまさか振られると思わずちょっとドキドキしながら回答したんですけど、視聴者の皆さんからもまさかフル型のこう LT 楽しいというお声もいただいて5兆点ぐらいのご回答が返ってきてびっくりしました。本当にありがとうございます UX リサーチの考え方についてよく理解できましたと、定量重視の方にこう定性調査の価値とかをどう説明したらいいでしょうかと、バランスよく定量定性の調査を実施したいのですが、どうしても定量に比重が偏りがちですというお悩みですね。マリコさん、こちらにちょっとお答えいただいてもよろしいでしょうか。ありました。 GA 重視の方いらっしゃいますよねお仕事上やっぱりやります。サーチコンソールを見たり、GA をポンって渡されて、じゃあ、私の場合は、数字から出ているものって結局、お客様が本当に気づけているかどうかっていうのが数字からは分からなくて、お客様が主観的に見た印象が、結構左右されていることが非常に数値として反映されていることが多いので、お客様にはですね、まず、定量調査と定性調査のから得られる気づきの違いみたいなものをちゃんと前段からご説明することから入ります。このあたり、何ですかね、価値をどう説明する、価値を普段からご説明されていても響かないみたいなところに近いんですかね。ですかね、定量にやっぱ偏ってしまうけどっていうところなんですかね。定量の数値しか見てもらえないとか、もしかしたら、定性調査をそもそも
させてもらえないとかっていうことなのかもしれないですね。そもそも組み合わせた方が価値が出るよっていうところにつながると思うんですけど、定性調査と定量調査のそれぞれの役割をやっぱりちゃんとご説明する、で、簡単に言うと、そうだな、普段やってるのだと、じゃあ難しいな結構お客様の前提とかも関わってきますので、そうですよね、でも一旦まずはその両方の価値とか、その得意不得意みたいなそれぞれをこうご説明して、なんかここを知りたいんだったら訂正とかっていう感じの話され方というかお伝えの仕方をするっていう感じですかね。そもそもその数値からは何々できる機能が欲しいとか、何々という気分を求めてたとか、何々に不満を感じてこうしたとか、そういう部分の気分のお客様の心理的な部分っていうのは数値からは絶対全ては編み出せないはずで、お客様だって絶対その人だって普段私生活で感情で物が左右されてるのは自分だって気づいているはずなので、そこを結構事例、身近な事例を用いてお客様の求めてらっしゃる普段のそのお客様の視点に近いところで質問投げかけたりして、こういうところに気づきが得られるんですよっていう説明をしたりはします。普段この商品選ぶときどうしてるんですかとか、そういう質問で掘り下げてったら、ほら訂正でしょっていうのを嫌味なくやります。はい、とても優しいありがとうございます。ではちょっと全体の Q&A に移っていきたいなと、今どんどんご質問いただいているので、そうなんですね、はい、あ、来てます、ね、では一旦そうですね、マリコさんありがとうございました。お疲れ様です、ありがとうございます。フリーランスのウェブデザイナーをされている方からのご質問です。UI UX デザイナーになりたいと考えているのですが、実務の中でなかなか機会をつかめません。UI の部分は学ぶ手段などもあるのですが、 UX はどうしても実務ベースでしか経験が積めないかなと感じる部分があり、このままだとなかなかキャリアチェンジが難しいなと考えています。 UX デザイナーへキャリアチェンジするにあたってのヒントなどがあればぜひお伺いしたいですというところで、そうですね、こちらの質問、まずは畑さんに、キャリアチェンジをした畑さんにお伺いして、その後金山さんにも聞いてみようかなと思っています。畑さんお願いしてもいいでしょうか。はい、そうですね、確かに UX の UX デザインとかリサーチはなんか実務ベースで、本当になんか事実上起きていることを経験したりとかの方が一番身につくところはあるんですけど、やっぱり私は経験してみて思うのは、フリーランスされていると思うんですけど、なんか身近になんかそういう UX のデザイン、 UX デザインだったりとか、そういう考え方が共感できる方がもしいらっしゃったら、その人となんか一緒に勉強するなり、なんかちょっと仮説設計の方からなんかちょっと試してみたりとか、そういったことってで気軽にちょっとできると思うんですよね。なのでそういったところから始めてみるのもありなのかなと思っています。でそういうところをちょっとずつやっていったりとか、あとはなんか徐々に仲間を広げたりとか、していけると実務の実績としてもちょっとついてきて、それからキャリアチェンジするみたいなところもできるのかなって思います。ありがとうございます、マリコさんもすごくうなずきいただいてますが、金山さんどうですかどんな風にアドバイスを。さっき言ってたことと関連すると、UI の組み方でこういうデザインかっこいいのとか、かっこいいとか使いやすいよねっていうような知識はそれはそれであって、でもただそれって誰がどういう目的で使うのとか、そのユーザーの視点に立ってみて使ってみるとどうなのって、視点を180度変えて使ってみるだけで随分変わると思うんですよね。そういうことをトライしながら、こう作り手ではあるけれども使い手のことに何かこう自分がこう頭を切り替えてやっていくってことをやっていくと、UX デザイナーに近づいていって、じゃあ最初からリサーチして全体像のこのなんかサービスの
意味とかニーズとか価値とか、うん、どんなふうにこう UI だけじゃなくて周りのことも含めて提供していけばいいのかっていうふうに広がっていくと思うので、まず利用者側の視点に立てるようにしていくっていうところから徐々にやっていくのが約1ヶ月じゃないかなっていう気がします、うんうん、なるほど、うん、エコさんもそんな同意ですね花丸同意です。なんか、あ、花丸って上から目線ですよ。違います。本当同意見です。まずは利用者目線になってみると、で畑さんみたいにこう周り相談する人がいないんだったら、例えばツイッターとかで同志を募ってみたりとか、いろんな相談できる人探してみるみたいなところからっていうところですかね、うん、ありがとうございます。それではですね、続いての質問、こちらもなんかグッドマークというか聞きたいがたくさん来ている質問なんですけども、UX の業界のキャリアについて質問です。1、いろんな業界の UX 関連の場数をたくさん踏める環境に身を置くか。2、同じ業界にはなるが、社内での UX 改善を突き詰めてやっていくか。どちらがキャリアアップできると思いますか、という質問をいただいております。ちょっとこういろんなキャリアアップってどういうところを求めてるんだろうとかっていうのはあるかと思うんですけど、皆さん、どのようにお考えでしょうか。そうですね。じゃあ、金山さん。まあ、いただいたので、どっちが先ってことはないけど、なんか、まあ、やれる方からやっていって、いずれにしてもなんか一つ軸がないといけないかなと思うので、うん、まあ、ある程度場数も踏んだ上で、自分の軸としてここの分野、ここの、まあ、サービスとか UI の設計の部分はこうしっかり調査してできるとか、なんかそういう軸があった上でいろんなバリエーションを増やしていくっていう方が広がりとしては良くなってくるんじゃないかなっていう気がします。軸っていうのは例えばどういったことになるんでしょう。その2番丸2の深く取るっていうことですけど、はい、自分だったら専門家向けのシステムで、お医者さん向けの、なんか最初やったのがホルター心電図とかって言って波形を解析するっていう、うん、なんか特殊な感じのものだったんですけど、それをやっていくうちに、その利用者としてのお医者様で、その方がどんなところを見ていって、データをどんなふうに扱いたいんだっていう、それをその人向けにデザインをガッとやっていくことで、もうその考え方っていうか、そういうものが身について、で、他のことに展開しようとしたらっていうことになるので、その目の前にあるものを深く突き詰めるっていうのはどっかと思います。マリコさんも同意見ですかね。もう残り1分の中でどういう反応したらいいか分かんない。そうですね、ちょっとまだご質問も2つあるので、少しだけちょっと時間を延長してお付き合いいただければなと思うんですけども。ありました。そうですね、なんかここら辺って畑さんも悩まれた部分かなと思うんですけど、どちらとかって聞かれたらどういうふうにご回答されますか。そうですね、私も、ただ今はどっちかというと1のところにいて、前は2をやっていたような形になるんですけど、あと私もキャリアチェンジした身ではあるんですけど、なんか自分のいる場所でまずはちょっとやってみて、なんかちょっとそれから得た気づきをまた気づきだったりとか、先ほど言われたような軸っていうのにちょっと自分の軸として転換して、またいろんなところにチャレンジするっていうのが、なんか一番はやりやすいというか、一番いいのかなって思ったりはしました。ありがとうございます。最後の質問ですね。本日最後の質問になります。UX の価値を理解してもらえないメンバーに対しては、どのようなアプローチが効果的なのでしょうかと。メンバーを巻き込みたいのですが、エンジニアに UX とは何かを分かってもらうにも一苦労な状況ですというお悩みですね。こちらは皆さんぶつかったことがあるお悩みなんじゃないかなと思うんですけど、今回は逆からマリコさんからご回答をお願いしてもよろしいでしょうか。この理解をしてもらえないというか、必要だけど、必要なのはふんわり分かっているけど、じゃあなんで必要なのっていう肌感の方もいれば、UX とは何か、 UX っていう言葉を使わなくてもいいと思うんですよね。
私永遠にエンジニアにそれが必要だと思ったのはなぜなのっていうのをひたすら繰り返していくことが多くて、うんうん、それでどん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 ファシリテートを実はしていくと、じゃあその機能って実は優先順位低いんじゃないのとか、なんかそういうところも出てきたり、でも本当に必要かどうかって、それって結局どういう基準で決める必要があるのとか、いろいろ質問をしていくと、最終的にじゃあその定性的なところってどうやって見極めるのって言ったところで、そういうところに実は UX っていうのが関わってるんだよっていうような説明をどん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 掘り下げていくのは、なるほどって考え方の一種なんだっていうことをまず理解してもらったりとかするところから私は始めてましたね。それをなぜなぜ会、なぜなぜ会って言うとちょっとなんかレベルが低いんですけれども、いや入りやすいですよね、そのそう、UX って言葉を使わないです、私。基本的に全体像を見ましょうっていう言葉を使うことが非常に多くてですね、全体像を理解すると初めて自分に振られてる役割の重要性が理解できて、ある意味そのエンジニアによく求められる自走力みたいなのよくあるじゃないですか。そういうのも全体像を知ることでお客様の課題も見えて、じゃあ自分はこういうものを作っていくことでこういう課題を解決していくんだっていう全体像がすごく解像度が上がることで、エンジニア自身のなんて言うんでしょうね、ものづくりにもすごくいい影響を与えるので、なのでまずは全体像とか UX という言葉を使わないでなぜなぜしていくと、分かってもらえるチャンスが出てくるかもっていう感じですかね。はい、ありがとうございます。何かこう補足したりとか聞いてみたいこととか、皆さんいかがですか？大丈夫ですか？田山さんいかがですか？みんなもじもじしちゃう。時間大丈夫かなと思います。あれですよね、はい。その人が作ってる製品を使ってるシーンを見てもらうっていうのが一番で、うん、これで大丈夫なはずと思って、別に使いにくいものを作ろうと思ってるわけじゃないけど、その思い込みが合ってるのかどうかっていうのを、うん、まあ、合ってるならいいんだけど、あれ、なんかこれ全然このボタン押してもらえないぞとか、ここ大きく書いてあるでしょうとか、で、後で、ユーザビリティテストとかで振り返りとかやると、うん、この文言なんかちょっと何か分かんなかったですとかって言われたら、うん、え、当然でしょうと思ってた、その当然と思ってる常識が違うんだみたいなことにまず気づくっていう、うん、そういったところから、うん、あ、じゃあちゃんと利用者の視点に立って物事を考えていく、まあ、考えているかどうかを確認していくみたいなことを作っていく中でこうやっていく必要性を感じてもらうみたいな、うん、まずはなんか全然使えないっていう状態を目の当たりにして見るみたいな、ショックを与えるみたいな、ショックはちょっとショック療法的な感じで、ショック療法結局結論ベースでいけば、そのユーザーリサーチじゃない、ユーザビリティテストとかユーザーテストの段階の方が割とデカめの気づきになりますよね。なるほど。まずはそこからちょっと始めてみて、はい、なんかだんだんこう上流のリサーチとかそういうのをやっていくみたいなのがやりやすいのかなっていう感じですかね。ありがとうございます。すみません、お時間オーバーして皆さんご回答お付き合いいただきましてありがとうございました。はい、ではありがとうございます。ウェビナー終了したいと思います。ではおやすみなさい。ありがとうございました。ありがとうございます。